おはようございます。今日は3月12日ですね。今日も糖質オフのメニューを食べながら、食レポしたいと思っております。代表と言います。よろしくお願いします。今朝のね、糖質なんですけども、糖質量が 18.6g で、カロリーが 622kcal です。はい。で、1品目なんですけども、ブロッコリーとゆで卵のカレーマヨグラタンですね。はい。こちらが糖質が 4.1g で、カロリーが 262kcal となっております。はい。まあ、特徴としてはね、前回もご紹介させていただきましたけど、まあ、カレーとマヨネーズとチーズが、まあ、僕ら全部好きなものが入ってるってことと、まあ、ブロッコリーも入ってるんで、結構量もあるっていうね、ところなんですけど。はい。これ在庫のラスト分ですね。はい。こちらでございます。もう本当に見るからに美味しそうですよね。はい。これ上にかかってるのがね、チーズとカレーだと思うんですけど、はい。ああ、美味しそう。これゆで卵がね、入ってて、ブロッコリーとゆで卵とチーズを一緒に食べたいと思います。わー、美味しそうですね。めちゃくちゃうまそう。いただきます。美味しい。いやー、もうこれほんと美味しい。なんでしょうね、カレーはね、そんな辛くないですね。で、カレーとチーズが濃厚で、で、ブロッコリーとゆで卵がちょっと歯ごたえがあるんで、すごくバランスがよくできてるなと思いますね。うん。ついつい食べたくなる。もうお子さんでも食べれちゃうやつですね。はい。失礼しました。お口についちゃいましたね。はい。で、次に、トマトの豚肉巻きですね。これが糖質が 2.8g で、カロリーが 143kcal ですね。はい。うん、こちらの特徴としては、まあ、トマトの酸味がすごくいいよってことと、タンパク質が豊富ですよってこと、あとは豚ロース使ってるっていうのが特徴ですね。はい。はい。こんな感じです。まあ、0.5 人前なんで量はそんなに多くはないですけど、はい。よいしょ。まあ、1人前でも糖質的には 2.8 なんで、カロリーを気にしないんであれば、1人前そのまま食べてもいいかなと思います。はい。こういう感じで、ちょっと酸味が、トマトが中に入ってるって感じですね。いただきます。うん。めちゃくちゃうまい。食べた瞬間に口の中にトマトが広がっていくんですよ。で、それはすごくいい酸味で、豚肉とすごく合ってますね。うん。めちゃくちゃ美味しいです。これもおすすめですね。朝からすいませんって感じですけど。はい。で、レシピの方が、両方ですね。今日は同じなんですけど、決定版作り置き&変えてすぐでき、糖質オフの痩せる楽うまレシピ。350、こちらに載っております。はい。で、体重の方がですね、75.1kg、3月1日が 1.99kg 減。まあ、これね、正直水分の分があると思います。はい。だからそんなにもう別にリバウンドしてなきゃいいぐらいに思ってるんで、まあ、目標体重としてはもうね、すでに77kg ぐらいでいいかなと思ってるんで、まあ、また減ってるんであればね、減っていいかなっていう感じで、ちょっとどこに調整するかっていうのはちょっと難しいところですね。はい。で、185.5kg からは 110.4kg 減ということで、ついに 110kg の壁をついに越えてしまいました。はい。初めてですね。はい。本当にこれ僕 75kg って学生時代ぐらいの体重なんですけど、まあ昔から太ってはいたんですけど、ちょっと感慨深いものがありますね。はい。で、今日は、まあ、他のメニューもね、ご紹介させてもらうと、ゆで卵、ゆで卵じゃないですね、卵豆腐 52.5g。はい。これ糖質 0.3 ですね。はい。で、これですね。QBB ベビーチーズ。はい。糖質が 0.2 かな。うん。カロリーが45。豆乳ヨーグルト 100g と、あとは、キャベツ 250g と、明太子ですね。明太マヨ。で、これで、玉ねぎドレッシング 15cc。はい。これ、ね、明太マヨがちょっと糖質、調節してあるんで、これがね、10ぐらいかな。糖質 10g でカロリーが110ぐらいですね。はい。まあ、合計でも 18.6 ですからね。糖質も低いんですけど。はい。あとは豆乳、ペプシ生ゼロですね。はい。で、昨日ちょっと僕糖尿病の、2型糖尿病なんですけど、まあ、久しぶりにね、血糖値を測ってきまして、ね、結果が出ましたんで、ご紹介させていただきます。はい。3月12日の11時20分に検査しまして、
87でした、血糖値。食後血糖値が87、昼食が8時ぐらいだったんで、まあ昼食後3時間で血糖値が87っていう感じで、まあまあ普通に考えるとめちゃめちゃ正常ですね。むしろちょっと低いんじゃないかって先生にちょっと心配したぐらいですけど、まあまあ普通に、まあずっとね3ヶ月ぐらいあのプレドニゾロンだっけ、あのステロイド飲んでたんですよ。だから血糖値上がりやすくなってたんで、まあ、それを服用やめてからまあ10日経ったぐらいで今行ってるんですけど、まあそれでね血糖値影響しないかなと思ってたんですけど、特に影響することなく、まあだから糖質制限をちゃんとやってたからってことがあると思うんですけど、はい。ちなみに2021年7月ダイエット前ですね、の時は、血糖値240でした。はい。もうこんな数値を出してました、前は。当たり前のように。で、血圧に関しても124、上が124で下が66と、まあ正常の範囲内ということで、特に問題ないってことでしたね。はい。で、来週の、まあ月曜日ぐらいにヘモグロメン IC の結果も出るんで、それも含めてちょっとまたご紹介させていただければと思います。はい。結構塩分高めのものを食べてたりするんですけど、やっぱ糖質制限やってると、塩分制限ってあんまり必要ないなっていう、まあそういう、書籍があったりとかして、まあ人によってね、個人差はあると思うんですけど、血圧に関してもね、影響が少ないのかなっていうところで、まあ僕はちょっと糖質制限は非常に体にいいなっていうのは本当に思いましたね。はい。というわけで、今日の、糖質制限食レポと、血糖値についてご紹介させていただきました。またね、動画投稿させていただこうと思いますね。よかったらチャンネル登録と高評価のお願いいたします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。